福岡ソフトバンクホークス対横浜打席には4番バッター吉田。さあ序盤から離された格好ですが徐々に返していきたいところ。初球打ちワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、1点返しましたソフトバンクホークス。打順は4番吉田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。フォアボールのランナーが出ています。ファーストランナースタート、タッチアウト、盗塁失敗。打ちました、いい当たりだ、高く入ったソロホームランが出ました。この球場に見事な、バッターボックスは4番吉田。先ほどの打席でソロホームランを放っています。ワンアウトランナー1塁です。走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ジャストミート、これは大きい、伸びていくフェンスダイレクト、バッターランナーは2塁到達、ツーアウトからランナー。バッターボックスには4番吉田。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。菅野まず初球打ち、中突き刺さった、ソロホームランが出ました。1点返しましたソフトバンクホークス。打席には吉田が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。こういった終盤でのチャンスをいかにものにできるかというところにかかってきますから、ここはしっかり得点したいですよ。なるほど、ストレート打っていった、フェンスダイレクト、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁到達、ホークス1点返しました。うん、